水たまりか、それともただの沼か。カリフォルニア奥地の砂漠で謎の風呂発見。その衝撃的なニュースはアメリカの新聞一面トップを飾った。人々から砂漠の風呂と呼ばれ親しまれている露天風呂は果たして温泉なのか。カリフォルニアの東、砂漠の奥地、野生の王国に幻の温泉は実在した。すべてが謎に包まれたカリフォルニア、ぺこぱの砂漠に緊急取材。ついにその姿を捉えたのである。よし、エンド隊員、はい、我々は今から幻の温泉があるという、はい、田舎町を目指す。行きましょう。伝説の砂漠にある、はい、風呂、はい、今回我々菊口浩志探検隊は、はい、向かうぞ。はい、行きましょう。じゃあ準備を怠るな。はい、水は積んであるな。水は積んであります。タオルは多めに入れてもいいぞ、はい、大丈夫。タオルは多めに入れといた方がいい。タオルは多めです。うん、よし、じゃあ頑張って、はい、行きましょう。はい。原始のままの砂漠、そこには我々の想像を絶する多くの謎が待っている。その謎を解くには厳しい自然と命がけで戦わなければならない。我々水曜スペシャル取材班はその謎を解くべく今まさに熱帯砂漠に挑もうとしている。それは延べ120キロに及ぶ熱帯行軍である。人を寄せつけぬ未開の砂漠とは果たしていかなるものなのか。そこに隠された謎とは何か。砂漠の奥地へ蛇のように続く道、テコパロード、それは悪魔の道として人々を死の淵へ誘い込む。砂漠の太陽は鋭い40度を超す気温と風のないよどんだ空気の中で、人間はじわじわと死の世界へ追い詰められていく。だがこの死の世界で砂漠の露天風呂は確かに存在しているのだ。その風呂を求め道なき道をひたすら進んだのである。だが手がかりはほとんどない。スタッフの顔にも焦りの色が見え始めたその時である。我々の目に飛び込んできたものとは。なんだあれは。隊長、隊長。それは原住民の遺跡か祠か。我々はその建物に向かったのである。隊長、原住民の遺跡だな。一体これは何なんだ。隊長、この中にまさかの原住民が飲んでたと思われる水が。一体何年前のものだ。狭っ狭いなこれ。意外と狭いな。意外と狭いですね。しかもバッテリーとかもついたまま。エンジンとか、はい、ちょっとおお。V8 って書いてあるんですけど、 V8 だね。 V8 エンジンだ。一体これ何を意味してるんだ。気をつけろ。何出てくるか分からん。おお。隊長、これは一体何に使われたものなんだ。奥に何かありますよ、隊長。これ何なんですかね。おい、気をつけろ、気をつけろ。おい、それは原住民の罠であった。なんとか遠藤隊員の罠を外した我々はさらに奥を目指した。なんか住んでます。バクが。そうだな、寝床だな。どうやらここは原住民の寝床らしい。彼らが戻ってくる前に何か情報を発見せねばなるまい。我々は慎重に奥の調査を開始した。
たして砂漠の露天風呂の情報はあるのであろうか。そこには奇怪な模様が埋め込まれたものが壁にかかっている。何かの暗号か、それともここに立ち入るなという原住民の警告であろうか。そして我々には解読できない言語で何かが書かれている。何かの警告であろうか。新たな情報を諦めかけたその時、遠藤隊員が何かを発見したのである。隊長、これまさか あの温泉の地図じゃないですか。地図だな。これもしかしてここの山道をこう下って登っていって、ここの吉野木はあれじゃないですか。これはこの木が目印だな。ですね。ホットって書いてあります。ホット、うん、なんですかこれは。スプロングになってるな。間違えてるな。何ですか。頭が悪いな、こいつは。しかも見てください。2018年に発見された。ついに砂漠の風呂への行き方が明らかになった。まだ情報は何かないか。その時である。我々の目の前に新たな脅威が立ちはだかったのである。我々の目の前に姿を現した原始会長、この脅威に我々はこの場を去ることしかできなかったのである。どうした遠藤隊員。ここに殺人あるじゃないか。気をつけろ。突如我々に牙を向いた恐るべき食人アリ集団。寸前のところでこの脅威をかわした我々だったが、砂漠の魔の手はさらに遠藤隊員に忍び寄っていた。いや、温泉はどこだ。温泉どこなんですかね。お待て、うん、遠藤隊員、はい、動くな動くな。毒蛇が遠藤隊員の命を狙っていた。寸前のところでかわされたが、気づかなければ命はなかった。だがこれで終わらなかったのである。隊長、あ、背中にまさか殺人前か。はい、殺人前か。危ないです。うわっ、あっ、はい、隊長、危なかったです。隊長、危なかった。危うく命を落とすところだった。はい、とっさの判断で殺人灰の脅威から逃れた隊長、もし判断を間違っていたら命はなかった。おい、そこに伝説の温泉あるんだ。隊長、うん、あそこに、まさかあれか。アメリカの砂漠に幻の温泉は実在した。すごい景色だね。すごいっすね。こうですよ、こう。これを独り占めできる温泉がこちら。ちっちゃいちっちゃいけどすげえ。どう、温度。ちょっとぬるい。ちょっとぬるいっすね。おー、すごいね。どっから流れてきてんだろう。あの、あ、ここあったかいっす。あったかい。いやいやいや、ちょっと汚ねえな。ちょっと汚ねえな。ちょっと汚いけど、まあまあ、ちっちゃい。すごいね、こんなところに温泉が。広角にすると分かるかな、こんな感じ。はい、ここで何かをした形跡があります。原住民の何かの生活の跡だな。はい、何か出てくる。おい、まだ殺人灰が飛んでるぞ。気をつけろ。はい、隊長、まさか。ん、あれは。そうだ、あれも原住民の。危険だな、気をつけろ。我々を監視する原住民たちの目がこちらに向けられている。我々に敵意がないことを分かってもらうべく、
ついにその温泉に足を踏み入れたのである。すごいですよ。いや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 、いやこれ足湯ちゃうやろどう見ても。いや足湯でしょ、これは違うって。いや足湯違うって。これは違うわ龍馬。そうそう、流れてこう途中やろこれ。あれは違うって龍馬。鑑定そうだけどさ、いや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 、こっちでいいやろ。さてじゃあちょっと入らせていただきますか。じゃあすいません、こちらの温泉失礼します。あ、ぬるいな。ぬるいなと思った。あ、ここはあったかいよ。あったかいけども、あーなるほどね。あー夏でもこれはちょっと温度的に厳しいな、はい、ぬるぬる湯の花的な感じかなこれは、はい、よいしょ、見える景色がこんな感じ。最高じゃねこれ。これこんな野趣あふれる、しかもぬるくていつまでも入ってられんなこれは。いやこれ電波が通ってたら最高だったんだけどな。ぬるいなこれ。ぬるいよね。あのでも乳首隠して入って、フェイスブックさんあれだからね、あの乳首フェイスブックさんじゃない、ちゃんと見えるようになってます。うん、あのああなんかぬるいねえ。ぬるいけど、まあこれはこれで、あれじゃね。いいっすね。ああ、いや、いいっすね。なるほどね。ラッシュガード着てきた。はい、ちゃんと。さすが。はい、フェイス、あの、YouTube 乳首対策は万全。はい。はい。私はもうね、この、あれで、こう肌色多すぎると、あれかな。そうですね。アウトーってされるかな。あ、すげえな、ここ。いやー。ああ、でも、めっちゃいい景色が。ね。最高やなこれ、はい、こんなところにもうちょっと温度があれば最高やねんけど、はい、ここはあったかいんよね。はい、あのちょ、うん、そうっすね。もう出てくるところはなんでここら辺は冷たいんですかね。まあまああの冷たい入れてる間にやっぱうちこれがもうちょっとドボドボって出てればもっと暑いけど。ああ、うん、でもいいっすね。冬来たらこれは寒いかもしれんな。はい、すげえなこれは。いいなあ。あの三脚邪魔だな。景色の邪魔をしとるな。ちょっと帰ってきます。 OK。 この三脚は邪魔だな。いや良いわこれ。こっちに持ってこう。危ない危ない。同じように低くこっちから撮った方がいいんじゃない。あ、そっちがいいですか。景色が見える。あっと、なんかいるぞ。なんかあ、トンボか。びっくりした。角度が違う。逆にこっちから撮れば。ああ、こっち側からとか。なんか角度が違った方が面白いかなと思って。いや最高よこれは。うん、なんか浮いてるけどこっちは。それはもうしょうがない、こう夜店だからね。すごい。いやー、もう下ぬるぬる。蜂がすごい。危ない。ぬるぬるすぎるここ。どうする、蜂の巣とかあったら。いやマジ怖いっすよ。一番蜂怖い。なんか下なんかモサモサしたのがある。なんかぬるっとしてるんですよね。ぬるっとした端っこにモサっていうのがあるんだけど。ね、ここはあの隠しときますから。これで乳首出てなかったら大丈夫でしょ。大丈夫です。はい。なるんですかね、乳首ダメって。でも夏取れないじゃないですかね。まあね。いやこれはいいですよ。いやすげえ。皆さん見てください、この後ろの景色ね。素晴らしい素晴らしい。こんな温泉があるとは。いや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 、あ、なんかこれ使っとったらいい温度になってますね。いい温度よね、はい、ずっと使ってられる感じ。わー最高の露天風呂ですねこれ、うん、こっちから俺らが見てる方向草むらしか見えないね。、うん、でも動画に映ってる方向はいい感じの、綺麗な感じよね、はい、もうちょっとこれ上げた方がいいのかな。上げ、ぎゅーっともうちょいスーッと上げてみたら、はい、いい感じでこのね、景色が見えるんじゃなかろうかと、ここからねもう反射してて何か一応入ってるなぐらいしか見えないですけど。そうですね、どう映ってるのか分からないです、うん、い
いや最高だね。いやすげえなここ。帰りにあれかあっちのもう一軒のところでお金払って。お金払って入るプライベートバス入ってみようか。はい。あれ前行ったところっすか。さっきあの通ったところ。朝なーって言ってた。ああそういうことですか。すげえな。いやいいわ。あったかいわ。そうね、俺のこのケツのとこあたりめっちゃ暖かいね。ああでしょうね。うん、はあ。すげえわ。良い。これはもうね、まさに秘湯、秘湯でございます。はい。あ、蜂が来た。蜂。8名。蜂。うん。ちょっと。あ、これちょっと写真撮っとこう。リョーマはちょっとこっち、はい、あ、行きたくて行きたくて行くよ。一、三。どんな風に映ってるか。俺今ちょっとねえファイアーアントっぽいの見たんだけど大丈夫。ヒアリ、赤いんだけどこいつら違うかな。ちょっとアブなんかハチなんかどっちなんか分からんで、ね、これ映らんかな。なんかねいるんすわ。肩にアブが。これちょっとハチじゃなさそうなんだよね。この動いてんのさ赤くね。あ、ファイアントじゃないか。なんか黄色っぽいな。でもさっきでっかい赤いのがいたんだよ。来ないね。食人やり集団の追撃をかわした我々は原住民が営む温泉施設を発見した。そしてその中に足を踏み入れたのである。お、麺ってなってるけど、ん、あ、クールプール、あ、ここだな。あ、なるほどね。へえ。あ、そういうプール。あ、あったかい。え、あ、温泉。温泉だな。先にシャワーに入れ。服を着るな。禁煙、飲食厳禁。ここは暑い。こっちが、あ、いい。こっちがぬるい。はい。全裸。ちょっと待って。これならオッケーだな。これならオッケーだ。うん。今俺の手で隠れてるから。あ、ダメだ。いや、手隠れてなくてもインスタとかやったらいいね。まあそうだね。あ、そうか、YouTube だったらダメですね。そうだね。今、バイ、痛い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 。背中に、よし。あぶ、ここはなかなかぬるいよね。はい、しかもこれ多分流れてくるんだろう。そう、なんか外にね、かけ流しなの。これはいいっすな。すげえ、これ温泉っすね、マジで。いや、これはいいぞ、これはいいぞ。最高です。これやばいっすね。最高です。これはなかなか良い温泉プール。うん、龍馬映さないようにこのぐるぐる回るとこんな感じこんな感じでございます。素晴らしい温泉堪能して帰りたいと思います。まだ1時過ぎ。砂漠の温泉は全身トゥルトゥルになる素晴らしいアルカリ泉であった。しかしアメリカにはまだ見ぬ温泉がある。我々菊口博士探検隊はそのまだ見ぬ温泉を目指し、たとえ大自然の恐ろしい罠が待っていようとも道なき道を走るのであった。次回水曜スペシャル菊口博士探検シリーズにご期待ください。